心はウェスタロス。心はウェスタロスではドラマゲームオブスローンズについて好き勝手に話していきます。 YouTube とポッドキャストで配信しています。お送りするのは私キャミーとケンです。お願いします。お願いします。はい、ということで今回はシーズン5エピソード2、放題の方は黒と白の館ということで、現代は The House of Black and White。 はい、今回はですね、第1話で登場しなかったアリア・スタークが、シーズン5で、初登場しまして、彼女が降り立った土地としてブレーボスの黒と白の館という、厳かな、新部隊が出てきました。で、今回また、新キャラも数多く登場しましたので、そのあたりもしっかり押さえていきながら、トークしていきたいと思います。はい、ドーン初登場ですね。確かに、オープニングシーンはでも出てこなかったですね。そうですね、はい、では初めの舞台から入っていきます。ブレーボスです。シーズン4の終盤、宿敵でありながら旅の連れでもあったハウンドと離別したアリアは、かつて若縁フガーから託されたコインの価値を頼りに、ナローシーを越えてエッソス大陸のブレーボスという自由都市への航海を始めていました。ブレーボス自体は、シーズン4ですでに登場していたところになります。その時はスタニスがですね、軍資金を借りるためアイアンバンクという銀行を訪れる、場面だったと思うのですが、今回はその時に描写されていなかったようなブレーボスの街並みとか住人の様子が映っておりました。なんとなく港町っぽい栄え方をしてたんですけど、あそこのロケ地はどこなんでしょうか。ブレーボスの町はベネツィアからインスパイアされてはいるんですが、撮影地は北アイルランド、クロアチア、あとスペインですね。へえ、そうなんだ。今回映ったのがその3カ国ってわけじゃなくて、ここから出てくるね、シーンとかでその3カ国が使われるってこと？そうですね。運河は基本的に北アイルランドかな。へえ。だけど運河の一部、運河のなんか橋のところはクロアチアとか、そういうふうに分けてるみたいです。へえ。そしてですね、巨大な戦士の形をした要塞兼灯台である、タイタンと呼ばれる大きな像の下を通って、アリアはある建物へ連れてこられます。ここは通称黒と白の館と呼ばれるところだそうで、アリアを連れてきてくれたの船長は、お前が探している男はここにいるというふうにも言っていましたね。やっぱり不思議なのはコインの影響力といいますか、ブレーボス人にとったらいわゆるね、鉄のコインを見せられて、しかもバラーモルグリスと言われれば、もう絶対ここに連れてくるしかない的な習慣なんですかね。もうすごいね、180度態度変わりましたしね、船長の。そうですね、コインを見せられる後と前の態度、うん、ね、で何やらここの館にいる人をなんか崇拝しているような雰囲気すら感じたかなと思います。そうですね、また最後の方のシーンでも、それが分かるような描写がありましたよね、はい、で今回は具体的には出なかったんですが、この黒と白の館は若縁フガーのような人たちが所属する、ある集団の本拠地的な場所であるっていうことが分かりましたよね。そうでしたね。で、そしてアリアはその黒と白の館の黒と白のドアをね、ノックするんですが、出てきたのは求めていた若縁フガーではなく別の人物でした。しかもね、さっきまで影響力があったと思われていたコインを見せて、しかもバラーモルグリスという合言葉的な言葉を言ってみるものの、その効力は発揮できず、なんとアリアは門前払いまでされてしまいます。で、他に行く当てがもちろんアリアはなくなってしまったということで、その館の外に座ってお決まりの殺害リストを復唱しますよね、はい、サーセー、ウォルダーフレイ、マウンテン、マーリン、トラントというふうに今回は言っていました、はい、一応マーリン・トラントだけおさらいしときましょうか、はい、あんまり出てきてなかったので、うん、マーリン・トラントは何をしたかっていうと、アリアの師匠であるシリオ・フォレルを
殺めたとされるキングズガードの一人でしたね。はい、遡ることシーズン1ですか、うんうん。ちなみにシルオ・フォレルは偶然にもブレーボス出身です。そうでしたね、はい。でまあ、アリア的にはこの踊りの師匠シルオ・フォレルを、まあ、辞めてしまった宿敵でもあるけれども、視聴者的にはやっぱあのサンサをぶったりね、服を脱がせたりしてたやばいやつでもあるから、うん、何としてでもアリアには復讐してほしいですよね、うん。はい。そしてこの殺害リスト、一応あのハウンドが消えてるってのもポイントなのかなと思うんですけど。あ、そうですね、うん。一応ね、あのシーズン4の最後で、まあ、離別しまして、まあ、それがアリアにとって復讐を果たしたと言えるのかどうかはちょっと微妙なとこなんですけど、今回一応ねリストからは消えていました。うん、まあ死んだっていうのもあるんじゃないですか。そうですね、はい。しかしアリアは、まあ、こういうふうに座ってあの殺害リストを唱えるものの、一晩経っても何の変化も起きないし、結局誰も来ないしということで、見切りをつけまして、なんとあのコインを海にまで捨てちゃってその場を去っていきますね。あのコイン捨てるってもったいなって感じしません？そうですね、なんかもうちょっと我慢してほしかったなっていうか諦めるの早くね。まあ、一晩どうなんでしょう。だって食べ物もないし、お金もあれ、まあ、ハウンドから盗んでるとはいえね、エソス大陸で使えるかどうかも分からないし、さすがにちょっとあれは置いとこうよっていう感じはしちゃいましたけどね、うん。もう実は2週間ぐらいいたのかもしれないねなるほどね、あの場所にね。そう、描写はカットされたかもしれない、うん、はい。そうですね、はい。次はアリンの谷間に入ります。ちなみに言っとくと、今から説明するシーンの舞台は十字路ではないです、うん。なのでホットパイは近くにいません。あのシフト履いてなかったんじゃないですか？いや、シフトはあの人毎日働いてるみたいなんであそうなんですね、はい。料理長か。はい、まあ、そうか、彼がいなかったらね、気度にいっぱい焼けないっていう。そう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 、うん、はい。十字路じゃないんですね、あれは。ではないです、はいはい。ブライニーとポドリックが宿屋で食事をとってると、たまたまリトルフィンガーとサンサが同じ屋根の下にいることに気づいてしまいます。たまたまの中でもピカイチのたまたまでしたよね今回。そんな偶然ねえだろっていうこの間バスですれ違った思ったらそこにおったんかいっていう確かにね、ねえ、これは逃したあかんよブライエに。ここではちょっとね、今まであのねニアミスが多かったから、うん、挽回してほしいとこですよね。あの巨大なウェスタロス大陸でたまたま同じ空間にいるって、そう、うん、やばすぎますよね。なかなかないと思うんですが、しかもあのサンサとリトルフィンガーがいるっての気づいたのはポドリックだったんですよね、うん。でポドリックがなぜあの二人に気づけたかというと、うん、ポドリックにエールを告げに来てくれた女の子がめっちゃ可愛かったからなんですよ、うん、ね。それでその女の子、ウェイトレスの女の子をすごい目で追ってた先に、うん、サンサがいたからってことなんで、うん、はいはいはい。やっぱそのポドリックってね、あのティリオンにずっと使えてましたから、そのティリオンの奥さんであるサンサのこともすごく見慣れてただろうし、やっぱ一回ティリオンがポドリックに女性というものを教えたからこそ、やっぱ女性にすごく興味を持ち始めたと思うんですよ、うん、ポドリックって。いや別に教えなくても興味出るんじゃないいやでもあの笑顔とあの 目の追い方は、うん、やっぱ一度女性をね味わったゆえのやっぱ男性的な動きだったかなと思うので、やっぱねティリオンの重視をしてたからこそ気づけたんじゃないですか。そうなのかな。いや気づかんでしょ普通ね。だってクビにされたばかりで落ち込んでたでしょ、うん。いやまあクビにはされてなかったんじゃない、まだ一緒にいるってことはクビにせんくてよかったね。そうですね、はい、クビにしてたら、サンサとリトルフィンガーに気づけなかったんですね、うん。でアタフタする2人とは対照的に落ち着いて食事をしているサンサとリトルフィンガーだったんですが、食事中サンサはリトルフィンガーにルーンストーンで受け取った手紙について尋ねていました、うん。あの前回のエピソードでキャミーさんが指摘していましたね。あ、そうでしたね、うん。で、リトルフィンガーは手紙の詳細について語りはしなかったんですが、結婚の申し出が承認されたと素直に認めたところで、うん、ブライニーが近づいてきます、はい。ブライニーを見たリトルフィンガーは、あ、君はレンディと一緒にいたよねなんていうふうに言うんですよね、うん。ブライニーとこのリトルフィンガーが一緒に写ってるシーンってありましたっけ。ありましたね、会話はなかったんですけど、はいはい、シーズン2エピソード4、光と影、うん、同じ空間にはいましたね。あ、そっかそっか。そう、あのリトルフィンガーがレンディと話してて、うん、
うん、そのレンリーの後ろで、まあ、ボディーガード的な役割で立ってたのがブライニーですね。その後は会ってないですよね。その後会ってないですね、うん、ブライニーがキングズランディング来た時もリトルフィンガーもういなかったんで。そうでしたね、はい。なんかここのシーン何回見ても芸能人を飲食店で見つけてしまった時の一般人の動きに見えちゃって、うん、ポドリックとブライエニーがそうなんだ、向こうの席にさ、うん、誰いんねんけどみたいな、なんかちょっと色紙取ってきてみたいな、うん、で取りに行ってる間にブライエニーが堂々と言って、うん、こんにちはみたいなファンの一人として芸能人に挨拶するみたいな流れに見えちゃって、すごい笑けちゃうっていうどうでもいい話でした。でもちょっと挨拶の仕方としてはあんまりよろしくなかったんじゃないかないやでも忠義に熱いブライアニーですからね、うん、でもやっぱ1回にアリアで振られてるじゃないですか。はい。だからそれを学習して獅子の塚頭はちょっと隠しといてほしかったなと思いました。ああそうねいや今回突っ込まれなかったは突っ込まれなかったですけど、いやいやでも遠回しに突っ込まれてはいたんじゃない。ああ誰から金をもらって、そう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 、ね、そういう風に言われてましたからね。そう、あのライオンはね、三叉的にも良くないだろうから隠した方がいいね。そうですよね、はい、うん。そしてブライニーは自分のことを三叉に説明し忠誠を誓います、うん。自分のこととは、どういうことかっていうと、かつてレンリー・バラシオンのキングズガードを務めた後にキャトリン・スタークに忠誠を誓って、必ず娘たち、まあ、つまりサンサ様の盾となり、必要とあれば命を捧げると約束したことですね、うん。ところがリトルフィンガーに、あなた失敗しまくってきたんじゃないのと、うん、そんなやつがサンサ様を守れると思ってんのみたいなことを、まあ、指摘されてしまい、サンサはブライニーの申し出を拒否、まあ、つまり共に立ち去ろうという申し出を拒否してしまいますね。え、確かにそのブライニーって本当にいい人で強くってね、うん、忠義に熱いキャラクターなんですけど、実際その実績が微妙っていうかね、本当にその、うん、まあ、失敗って言っていいのか分かんないけど、ちょっと弱いんですよね盾にするには、うんうん、今んとこ。ただここで私さっきにアリアさんにも会ったんですよとか、そういうこと言わなくてよかったなと思いましたけど、うん、ね、リトルフィンガーにね簡単に言うことでもないですし、うん、だから今のサンサは彼女についていきたいと思えないでしょうね。うん、そのキャトリンに認めてもらえたぐらいですよね今のとこ。キャトリンぐらいしか認めてもらえてないのかな。まあレンリーとかもねそうでしたけど、実際その2人が亡くなってしまって、まあまあ、うん、ね、ブライエニーは結局ね、ラニスターからお金をもらって、お金はもらってないけどラニスターが用意してくれた鎧と剣を携えてるわけですから、まあでもそういう意味ではジェイミーから認めてもらえてるんじゃない。ああまあそれはそうですね、まあ、信用信頼はされてるね。ただそれをサンサに言ったって逆効果でしかないですからね、うん。ところでさ、サンサはアリアの生存、うん、確認って取れてないよね。取れてないと思います。っていうか取れてるのはブライエニーとポドリックぐらいじゃないですか。だよね、はい、設置王国で、うん、だからここでこの間アリアさんに会ったんですよみたいなこと言ったら、やばいやばいやばい、何この嘘つき野郎みたいな。嘘つき野郎ってなるか、もうリトルフィンガーがしめしめってなるかじゃないですか、新しい情報っていうか。あー確かにね、うん、やっぱり生きてたんだっていう。そうなればアリアの方向になんか動きをかけようとするんじゃないですか。話を戻しまして、ブライニーが立ち去ろうとするとリトルフィンガーの護衛が彼女の行く手を遮ったため、ブライニーはポドリックと共に逃げます、うん。そしてポドリックの馬術の腕が相当悪かったのか、うん、まあ、苦戦はしたんですが、ブライニーが護衛たちを倒すとポドリックはこう言います。ブライニーさん、スタークの娘たちを助けよう拒んでるのであれば、キャトリンとの誓いから解放されたんではないですか、うん、はい、そう指摘するんですが、ブライニーは諦めません。よかったねここのシーン、うん。リトルフィンガーは邪悪な男であり、うん、サンサを救わなければならないと彼女はそう言ってました。まあ確かにここのシーンでサンサがブライニーを信用しなかったのは、なんでやねんサンサって思うとこでもあるんですけど、まあ、このご時世でね、うん、まあ、正しい選択といえばそんなのかもしれないけど、うん、ね、ちょっと揺らいで欲しかったですよね。カタクナになっちゃってましたねサンサ。
うん、まあそうね。ただサンサは仮にブレイニーについていくってなったとしたら、うん、リトルフィンガーって全力で阻止するじゃないですか。するね。だからあのどっちに行きたいにせよそう言うしかなかったんじゃない、サンサ的には。うん、でもリトルフィンガーはこの辺は危険だからこのね私たちと一緒にいなさいよみたいな、うん、あれどういうつもりで言ったんでしょうね。後々殺すつもりだったのか。うん、まあ捕虜とかじゃない。捕虜、まあそれがなんかね、やだわ、適当に使って捨てるかとか。いや、やだやだ。ということでキングズランディングに入っていきます。ここではですね、三世がドーンから受け取った脅しに対抗するため、ジェイミーと喧嘩交じりの話し合いをするというシーンになっていました。で、三世がドーンから、まあ、受け取ったものというのは、ある箱でしたね。そして、その箱の中には決闘裁判によって殺されてしまった、オベリン・マーテルを示すかのようなあのレッドバイパー、赤い毒蛇の剥製、そしてその剥製の牙にぶら下がっていたのはジェイミーとサンセイの娘ミアセラのネックレスでした。つまりこれはオベリンの死、そしてその姉エリア・マーテルの死の責任はラニスターにあるという非難に加えて、現在、ドーンにはミアセラがいるからなというような脅しであるわけですね。はい、あのミアセラはプリンス・ドーランの息子の婚約者よ、うん、ってサーセイが言うんですけど、あの念のためその意味を説明しておくと、シーズン2エピソード6古今の神々以降ドーンの後継ぎと結婚するためにミアセラはマーテル家の本拠地のドーンに言ってるんですよね、うん、でもこれはサーセイではなくティリオンの指示でこの流れになってました。そうですね、まあ、ティリオンとしてはドーンと友好関係を築くために、うん、そういうことにしたんですけど、結局ね今になってちょっとやばいことになってしまってはいますよね。人質のようにそうです、ね、なっちゃってますからねミアセラが、うん、はい。でまあ、こういうふうにねこれまでマーテル家とラニスター家っていうのは、まあ、それなりに緊張関係続いていましたけど、まあ、今回のねオベリンの死、そしてあのミアセラがこっちにいるんだよっていうようなドーン側の脅しをきっかけにもう修復っていうのは不可能レベルに達したのかなと見えました。というかまあエリアのことは一旦置いときまして、あのオベリンの死ってのは決闘裁判によるものだったので、ここでマーテル家が反旗を翻すのは筋が通っているとも思えない気が私はしてしまいますね。まあそうですね、うん、まあ、とはいえあのサーセってのはその少女の頃に出会った魔女、通称カエルのマギーの予言がねあの前回のエピソードでもアップされてましたけど、それがまあ一つ一つ当たってしまっているという現実が今ありますから、まあ、その状況に耐えれないようで、まあ、サーシャはねすごく取り乱している感じだったんですよね、うん、まあ、それに見かねたジェイミーが、まあ、腹をくくりまして、娘ミアセラを取り戻すためにドーンへ行くというふうに宣言していました。はい、でそのジェイミーが向かった先は、王室領にあるストークワース城というお城で、そこにいるブロンに会いに行っていました。ブロンはなぜこんなところにいるんでしたっけ。うん、まああの婚約者のロリス・ストークワースがいるからなんですけど、はい、この婚約自体はサーセイが持ちかけた縁談ですね、うん、あのサーセイはシーズン4のティリオンの決闘裁判でブロンをティリオンのチャンピオンにさせないためにブロンを買収してました、はい、だからまあブロンを追いやるためにこの人と結婚させるみたいな感じですね、うん、けどまあ今回ジェイミーがブロンに渡した手紙から分かった通りブロンの婚約はあっさり解消されてしまうんですよね、はい、しかもそれもサーセイによってということはサーセイはティリオンを勝たせないためにブロンを婚約させるんですけど、今回の第2話ではミアセラを助けるためにブロンの婚約を破棄させたということですね。まあそうですね、うん、振り回されてますね。そうですねっていうかまあブロンもブロンなんですけどね、うん、ブロンもブロンちゃうっていう、うん、まあまあ今回の婚約解消はサーセイの指示っていうか、まあ、ジェイミー、うん、だからジェイミーがちょっとサーセイこれ書いてよみたいな感じで言って、でもジェイミーはこれで成功したらもっと美人でいい城あげるからっていう、うん、だから城のために
約束も破るし、どうも行くしみたいな、うん、どんだけ城欲しいねんっていう感じなんですけどね。ブロンね、はい、まあでもブロン、まあ理にかなってるというか、そもそもロリス・ストークワースのことが好きだから結婚してるわけじゃなくて、うん、大きな財産が欲しいからこそ結婚したわけであって、うん、ロリスより金持ちの人が現れたらそれはそれで OK。 まあしかもロリスって次女ですから、今んとこ財産もちろんもらえないよ的なね。ああ言ってましたね。こうでしたしね、はい、はい、ということでジェイミーは、ドーンへ連れていく旅の連れとして、まあ、このブロンを選んだということですね、うん、はい、はい、それでは次のシーン、ドーンのウォーターガーデンズに入りますが、ここはね初舞台で新キャラも多いので地理や人物関係に触れながら説明していきます、はい、まずねドーンという地域はウェスタロスの最南端を構成する大きな半島であり、うん、まあ、かつては七王国の一つの王国でした。あのロラスのねシミの形でしょ、そうね、そうそうそう、うん、この間出てましたよね、これはドーンの形や言うて、そうそう、あの愛人と話してる時そんなシミある？いや北海道の形してんなみたいな、パンに書かれてるあの北海道みたいなシミあったら嫌でしょ。チーズケーキのね、はい、美味しいけどね。美味しいね、はい、ドーンを治めてるのはシーズン4で亡くなったオベリン・マーテルのマーテル家、うん、で今の長はオベリンの兄にあたるプリンス・ドーラン・マーテルで、彼はこのシーンで初登場します、はい、でドーンの本拠地つまりマーテル家の拠点はサンスピアというところなんですが、今回の舞台はサンスピアではなくウォーターガーデンズというところです、うん、でこのウォーターガーデンズはサンスピアから十数キロ西に行ったマーテル家の隠れ家兼別荘みたいなところですね。あーマーテル軽井沢ね。マーテル軽井沢です、うん、はい、ちなみにね原作小説の中のドーンっていうのは、まあ、スペインにインスパイアされてるんですが、テレビドラマでも実際にドーンのシーンは全てスペインで撮ってます。いいよねあのロケ地。そうですね、めちゃくちゃ行ってみたいなって思うところの一つなんですけど。行きたい。やっぱドーンの人々のなんか肌の色もねやっぱ他の人種とは違うというか、うん、ね、そういう雰囲気がね出されてますよね。そうですね、うん、次はねちょっと人物関係ですね。ドーラン・マーテルはドーンの現在の長なんですけど、はい、称号にプリンスがついてます、うん、プリンス・ドーラン・マーテルね、はい、というのはですねドーンの文化は他の七王国と違う側面を持っているところが結構あって、まあ、例えば漁師たちはプリンスとかプリンセスを名乗ってます。オベリンもプリンスオベリンって呼ばれてなかった？そうですね、うん、男の人はプリンスって呼ぶってこと？うん、で、女性のマーテル家の人たちはプリンセス。へえ、はい、公国って言ってますしね。そうですね、うん、うん、で、プリンス・ドーラン・マーテルと同じく今回初登場を飾ったのはドーランの息子でありドーンの跡継ぎでもありかつミアセラの婚約者でもあるトリスタン・マーテル、うん、それではあのシーズン4から出てくるエラリア・サンドはどこにいる、どこのポジションかっていうと、彼女はドーランおよびトリスタンとは血がつながっていません、うん、エラリア・サンドはオベリンの愛人の一人だったので、マーテル家ではないですね。マーテル家でもないしサンドという姓だから、うん、貴族でもなくお年子ってことですよね。そうですね、エラリア・サンド、うん、サンドはドーンのお年子のにつけられる、まあ、名字みたいなもんですね。ただ今回エラリア姉さんのアイシャドウがねいつもより濃いめで、うん、なんか戦いに挑むね女のメイクしてましたよ。そうですね、うん、キリッと美人ですね、姉さんかっこいいですよね。姉さんですね、うん、で、そのドーンのウォーターガーデンズではサーセイの一人娘であるミアセラが婚約者のトリスタン・マーテルと過ごしているところエラリア・サンドが見守っていました。なんか思ったやつと違うぐらいなんやラブラブちゃうっていう。そうです ね、あんなねあのレッドバイパーの牙に、うん、ミアセラのネックレス気づいてなさそうじゃなかったですか？ミアセラはネックレスなくなってんの。そうですね、それぐらいもねトリスタン・マーテルラブみたいなお互いラブみたいなね、うん、こんな幸せなカップルって七王国でいたんだ貴族の中でっていうぐらい何やうまくいってますやんっていう。そうね、まあ政略結婚ではあるんですが、うん、マッチングアプリティリオンっていうぐらいなんかあれいい感じっていう、うん、かなりいい感じではあっ
ったっぽいですね。まあそれを見てエラリア姉さんグググググ言うてね、そうそうそう握り潰してましたけど拳を、はい、効果音が入ってましたねちゃんと。そうだからエラリアサンドはその様子をどうも気に入っていない様子で、うん、まあ、明らかに苛立ってはいたんですが、うん、そんな状況の中でエラリアはドーンの支配者のプリンス・ドーラン・マーテルと面会します。はい、ちなみにドーランをガードしていたエジ長の、黒人の方がいたんですけど、はい、彼はアリオ・ホターという新キャラですね。あのでっかい肉切り包丁みたいなそうそうそう、ね、持ってた人でしょ、はい、切れ味良さそうでしたねあれ。そうですね。でエラリアは殺されたオベリンへの報復としてミラセラを痛めつけることを要求するんですが、プリンス・ドーランはオベリンは決闘裁判で殺されたのであり殺人ではないと反論。うん、やっぱプリンス・ドーランはそう思ってるけど、うん、エラリアはそうじゃないと。そうですね、やっぱあのドーランとオベリンって本当に兄弟なのって思うぐらいちょっとジャンルが違うね、うん、プリンスですよね、はい、やっぱ少し弱腰に感じてしまうというか、オベリンを知った後にドーランを知ると、うん、で今痛風でなかなか体も自由が効かない状態と、うんうん、そうですね、そしてドーランが動じないと分かるとエラリアはこう言います。サンドスネーク、日本語は砂蛇は私と同じ意見よ。家族愛の強いあの子たちが父親の仇を討つわ。このサンドスネークは後に登場するのでその時にまた説明します。はい、で怒りが収まらないエラリアは座ってばっかりで何もしないのでいつまでもドーンを収められると思うなよと、まあ、ドーランに向かって暴言を吐いて去るのでした。いいですねエラリア武士好きですよ。うん、私蛇年なんで。そうなんですか。やっぱね、ドーンなんで蛇なんですか。いやまあ砂漠っぽいからじゃない。一応紋章はねサンとスピアですから、マーテル家ね。オベリンが蛇だからドーン的にみんな蛇なの。いやまあ砂漠に蛇がたくさんいるからじゃない。あそうなんだ、うん、砂漠といえば蛇でしょ。そうなんですか。サソリと蛇じゃない。あ確かにサソリでも良さそうですけどね。うんうん、なんかヘビ推しですよねドーンって。そうですね、うん、であのここでね、まあ、ドーンの説明ある程度したので、うん、まあ、さっきのキャミーさんの説明のところに戻りたいと思うんですけど、はい、あのレッドバイパーの剥製をサーセンに送りつけたじゃないですか、うん、あれをって、まあ、正直意味が分かんないっていうか、エラリアが送ったってことでしょだと思うんですけど、はい、まあ、正解というか答えは出なかったんですが、うん、あのエラリアは脅しのためにサーセンに送ったじゃん、はい、なんか意味ないっていうか、うん、もうだったらミラセアに、まあ、暴力振るなり捕虜にするなり本当になんか行動しちゃえばいいじゃんっていう、うん、なんかあの脅しは何のためにしたのっていう。でもエラリアの立場から今できるのはあれぐらいっていうか、うん、ミラセラのネックレスを奪うぐらいうん、しかできなかったんじゃないですか。だから今権力があるのは少なくともプリンス・ドーラン・マーテル、うん、ただそれをいつまでも続けれると思うなよってぐらいの闘志に燃えてるってことじゃないですか、うん、いやでもさエラリアはあの脅し、まあ、脅すじゃないですか、うん、ゴールは何なのっていう、サーセイにどうしてほしかったのっていう。確かにね、うん、サーセイにあの箱を組み立て直してほしかったんじゃないですかあちなみにあれ組み立て直してますよねサーセイが。ちなみにねあれね、あのこう引っこ抜くと、うん、ガシャンってなるやつでしょ。あのなんつうの扉が何個かあって、うん、6面ぐらいのね。そうそう、あれ一気にこうあれ一斉に開くじゃないですか、はい、あれねなかなか難しい。いや難しいからあれをいちいち組み立てさせるのをサーセイにやらせたかったんじゃない、ね、あれね15回撮ったらしいです。うん、16テイク目がさっきのやつ。あやっぱ組み立てるのも難しいし綺麗にバタンと行くのも難しいってこと。うん、みたいですよ。そうなんだまあそれはどうでもいいんですけどあれを、ね、その脅しの意味が分かんないっていうかゴールが分かんない。うーん、だからマーテル家はラニスターに対して歯向かう気でしかないですけどっていう宣戦布告じゃないですか。うん、いや宣戦布告するんだったら最初からホルにしちゃえばいいんじゃんっていう。ミアセラをでもそれをさせないのがプリンス・ドーランなんじゃない。でも別にドーランの許可いらないっていうか、
勝手にやっちゃえばよかったんじゃないかなと思いましたけど、勝手にやるとエラリアの身も微妙になるし、うん、まあ、サンドスネークってね人たちが今後出てくるんですけど、うん、その人たちもどうなるか分かんないから、あれを送って、うん、あわよくばラニスター家がこっちに来てくれたらいいぐらいに思ってるのかもしれなくないですか。で戦争をすると大義名分ができるというかね。大義名分か。うん、エラリア的にはもうミアセラがどんどん空気を吸ってどんどん物を着てどんどん物を食べてるのがもうイライラしてしゃあないと、うん、でもなんやうまくいってるし、ドーランもなんかすごい戦争する気もないし、すごい一人でやきもきしてるというか、ただオベリーの復讐をしたい、こっちにはミアセラっていう格好の捕虜がいるのになんで何もしないのよっていう、だからミアセラのネックレスを奪うことぐらいしかできなかったんじゃないですか。まあ、確かにゴールは見えないといえば見えないですけどね、うん、そうですね。ただでもこうやって実際にジェイミーが動き始めましたから、うん、それはそれでエラリアサンド的にはよっしゃってなるかもしれないですけどね、次回以降。なるほどね、うん、実際動きは始まりましたから。なるほどね、はい、わかりました、うん、続きましてミーリンに入っていきます。デナーリスとその側近たちはダーリオ・ナハリスとグレイワームが捕らえたハーピーの息子たちの一員の処遇について話し合っていました。で、まあ、会議が行われていたんですけど、その会議で明らかになったことと、まあ、それぞれのキャラクターの発言を簡単にまとめていきます。まず今回捕まった男についてです。でこの男はお金持ちではない貧乏人の、あれは一般市民ということでいいんですかね。うん、で、高貴な親方に買われて今回の任務に就いた人物であろうということでした、なぜならモサドは曰く、高貴な親方たちは自ら手を下すことなく、誰かを買収するという習慣が昔からあったからということですね、はい、でまたこの男からは、有益な情報は得られないということも、ダーリオ・ナハリスの尋問によってすでに明らかになっていました。そしてそれぞれの、発言なんですが、まずバリスタン・セルミー、とはいえ、まあ、実際のところこの男についての真実はわからないので、この男に公正な裁判のチャンスを与えるべきだと、そうすればデナーリスと、親方たちとの違いをミーリンの民に示せるではないですかということでしたね、うん、そしてモサドはハーピーの息子たちは再び奴隷に首かせをはめるつもりだろうと、だから何としてでもこの男を処刑したい様子でした。自分が奴隷時代に学んだことといえば、ミーリーンでは慈悲とか公正とか、そういう言葉に意味はないということ、意味を持つのは血だけだと、かなり強気にパッションを感じましたね。そうですね、うん、熱くなってましたね、はい、でこのモサドアの発言から私が思ったのは、シーズン4エピソード7月の扉の回でジョラーが、ね、デナーリスに助言してたシーンを思い出しましたね。ジョラーはデナーリスに対して、解放した奴隷たちに残虐な行為以外のものを教え示さねばならないですよというふうに言ってたので、やっぱこの今まで奴隷として親方に使われてきたモサドアという人物、まあ、他の奴隷たち元奴隷たちはやっぱ残虐な行為そういう選択肢しか知らないから、やっぱね慈悲とか公正とかそういう態度をこれから示していかないといけないよと言ってたジョラーの助言通りの感じになってますよね、うん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 、で会議を聞いてたデナーリスは、まあ、最初こそ、男の処刑はいい見せしめになるというふうに思ってたようなんですが、まあ、それぞれの意見を聞いて、まあ、判断を下せずに、まあ、みんな下がっていいわというふうに言っておりました。でそうして一旦評議会はお開きとなるんですが、皆が去った後、バリスタン・セルミーはデナーリスに、彼女の父親であるマッド・キング、まあ、教皇ですね、まあ、ロバート・バラシオン王の前の王のことについて話す機会をもらいます。でこの教皇という呼び方についてデナーリスは最初反感を示すんですけれども、バリスタンがこれまで忠実に今自分に仕えてきたその実績と彼のね誠実でまっすぐである語り口調から、まあ、あのバリスタン・セルミに抗う態度を抑えまして、自分の父親教皇が民に見せてきた暴虐さを、まあ、受け入れる態度を取ることになります。
で、バリスタンセルミはこう言いました。教皇は反乱が起こった時、町も人も燃やせと命じた。そして親の前で子を殺し、ワイルドファイヤーで火炙りにし、悲鳴を聞いて笑ったと。そしてこれらの行為は少なくとも教皇にとって力の証であり正義であったというふうに言っていました。でこれまで教皇に対抗する側、例えばジェイミーとかね、そういう側の教皇の姿ってなんとなく聞かされてきたんですけど、うん、教皇側についてた人間の教皇の意見ってあんまり聞く機会なかったじゃないですか。ね、ロバートとかも言ってましたけど、それは教皇に対抗する側の人間、だからこういうふうに教皇についてる側、しかも誠実であるバリスタンセルミーが本当にね、真剣な眼差しでこういうふうに教皇についての彼の様子を語るってのを聞いて、まあ、デナーリスもそうですし、視聴者側もやっぱり教皇ってみんなが言う通り狂ってた王だったんだってのがね、本当だったっていうのがなんとなくね分かってきましたよね。うん、まあ、デナーリスはね父のこと知らないからね。そうですよね、うんうん、でこういうふうにデナーリスは、父教皇の知性の残酷さを、まあ、改めて認識するわけなんですが、こういうバリスタンセルミーの話を聞いて、今回ね捕虜になっている男に対し公正な判断なしに、処刑はしないというふうに決めていました。でまあ、デナーリスこれからねターガリエンという、看板というかね姓を背負って、まあ、統治していこうとする身としてはやっぱりね今後絶対にこの教皇という影ってつきまとってくると思うんで、まあ、今回すごくいい勉強になったというか、その父の影をどういうふうに払拭していこうと考えるきっかけになったのではないかなと思いました。うん、かなりね努力しないとしんどそうですよね。そうですね、まあそれもあるんですが、まあ、デナーリスって人の意見ちゃんと聞くじゃないですか、うん、他の、まあ、鉄の玉座の王、まあ、ロバートとか、はい、ジョフリーとか、うん、周りの意見を求めてないし聞かないタイプだったので、うん、まあ、そういう意味で言うとデナーリスは結構ね向上心がありますよね。まだそこに救いがあるというかね、うん、デナーリスならいろんな人の意見をねこういうふうに受け入れてより良い世界にしていける女王になるんじゃないかっていうとこは見えますよね。確かに、はいはい。次はペントスの外です。デナーリスに会うためにミーリンに向かっているティリオンとバリスは馬車に隠れながらボランティスへと向かってました。ボランティスってロブの奥さんのタリさんの出身地でしたっけ。ああそうですね、うん、それねゲイソルクイズで出そうと思ってました。あそうでした、はい、答え言っちゃいましたね。答え質問を言う前に答えました、はい、すいませんでした、はい、ボランティスはちょいちょい名前出てきてます、ね、うん、ボランティスさんのワインがなんちゃらかんちゃらとか、はいはい、そういう話もシーズン1でありました。まあ、でも奴隷制の街ですよねボランティスも、うんうんうん、てかまあ基本エッソスはね奴隷制の町です、うん、ブレーボスは奴隷禁止なんですけど、はい、他のエッソス の、まあ、大きい都市は大体奴隷います、うん、はい。そしてバリスはティリオンが王の手を務めていた頃は有能な統治者であったことを指摘しています。でティリオンの方は王の手として振るった権力を楽しんでいたということを認めて、で、まあ、相変わらず意気消沈なティリオンなんですが馬車から降りようとしますが、まあ、バリスはサーセイが首に懸賞金をかけてると思い出させるんですよね、うん、でまあティリオンはまあそんなわけないじゃんみたいなことを言いながらキングズランディングのシーンに入ります。2人の男がサーセイにドワーフの首を持ってきました。絶妙に似てるんですよね。そうですね、ティリオンに。しかもティリオンって顔に傷があるじゃないですか、はいはいはい、ブラックウォーターの戦いよって、うん、ああいう感じの傷が残ってたので、うん、わざとつけたのかな。そうですね。うーん、で多分なんですけどこのドワーフの首とか、うん、てかこのドワーフはシーズン4エピソード2に出てたはず。あ、結婚式で。そう、ジョフリーの結婚式で変な演劇っていうか、はい、なんか見せ物に出てたドワーフの一人、うん、ああなるほど、だと思います、うんうん。その後サーセイは商標議会に出て王の手が不在である間またトメイン王が成人するまで摂政を務めると
宣言すると同時に都民に代わって新しい称号を与えるのでした。それぞれのポジションをまとめると、王の手は不在、カイバーンは密告者の長、はい、以前までバリスが務めていたポジションですね、うん、メインスタイレルの方は海軍大臣に加えて大蔵大臣というダブルワークです、ね、忙しない、うん、しかもメインスタイレル最初ね、自分から私がね王の手やりましょうかっていう、うん、立候補してた、ね、どんな身分なんていう感じましたけど、うん、でもねそれにフォローしてサーセイがいやそんなことさせるかいと、うん、で、まあ、大蔵大臣にあなたは任命されましたからねって言うんですけど、はい、あのこの時メイスは あそうみたいな、あ、うん、兼任できちゃうの私っていう、すごい嬉しそうで身に余る光栄ですとか言っちゃって、うん、いや身に余りすぎですけどっていういけると思ってんの自分っていうね、うん、可愛いですよねメイス。俺あの散々この番組も言ってきたと思うんですけど、はい、私サーセイのフェイクスマイル大好きなんですよ。あー、してましたね今回も。そう、今回のサーセイのフェイクスマイル最高ですそうですね、うん、はい、そしてケバン・ラニスターは陸軍大臣と言いたいところなんですが、彼は申し出を拒否します。だから断る言うてましたね、まあ、ケベン曰くお前の傀儡になるために王都に戻ったわけじゃないとのことで、お前は王の母に過ぎないのだと言い放ち、トメインから直に話があるまでキャッサリーロックに戻ると宣言。今回ね、あのサーセイが進んで王の手の椅子に座るんですけど、うん、ね、なんか鉄の玉座ではないくて王の手の椅子なんですけど、ただのでもそれに座るサーセイの居心地の良さそうな表情がすごく印象的で、うん、はあ、やっとここ座れたわみたいな、うん、ね、すごくあの権力っていうものが彼女の体質にきっと合ってるんだろうなっていうような表情をしてましたけど、今回ねそんなサーセイにケバンおじさんがね視聴者の言いたいこと全部言ってくれて、私はめっちゃスッキリしました。うん、ごますり集団かいここはっつってそうね言ってましたけどね、うん、てかケバンだけじゃない、サーセイに向かってこういうこと言えるの。そうね、だからケバンは今ラニスター家のキャスタリーロックの上主になってるってこと。そうでしょうね、うん、それでいいんちゃう。だからケバンとしては、うん、ラッキーじゃない、うん、ラッキーだし、ラッキーなのか分かんないけど、でもね金庫ゼロやけど今そうね借金しかない借金しかねえじゃんねえ、うん、続きまして壁へ入っていきます。カンセルブラックの図書室で野人のジリはシリーン・バラシオンから文字を教わっていました。そこに鼻息荒めにサムが割り込んできます。ね、知ってた、オズリック・スタークって10歳で史上最年少の総帥に選ばれたんやって誰も知らんしっていう、ね、誰だし、うん、ほんでねジリは私 S しか知らんわっつってね、うん、言ってましたけど、ほんまに誰も知らんわっていうことを、うん、鼻息荒めにサムが言ってたところなんですけど、うん、このオズリック・スターク君は何代前のスタークなんでしょうね。あ、なんかまあ調べたんですがちょっと何代前か分かんないんですけど、今の話から700年前ぐらいらしいです。へえ、じゃあエーゴンとかが来る前ってことですか。エーゴン、ターガリエン、征服王が来る400年前ぐらいかな。へえ、すごいですねオズリック君、はい、はい、で話を戻すと、シリーンが患っていたグレースケールという病気の話になっていきますね。でこのグレースケールっていうのは、漢字で海輪病ですかね、灰色の鱗をした病気。あれ海輪って読むの。いやわかんないですけど、灰鱗、海輪病じゃないですかね。灰鱗病っていいんじゃないものすごい訓読みですけど、音読みすると海輪病かな、はい、を患っていたため、これまでね部屋に閉じこもってばっかりだったからと、やることがなかったので、まあ、幼い頃からずっと本を読んでいたりしたそうですね、うん、でまあ、このシーンの会話から分かることなんですけど、このグレースケールという病気は、土地は関係なくって、まあ、壁の南側北側どこでも誰にでも起こりうる、まあ、病気であるということでしたね、うん、実際に、ジリの妹2人もこの病気に罹患していて、2人とももう亡くなってしまったということでした。で今回のシリーンはですね、赤ん坊の頃にたくさんの人がいろいろ試した結果、まあ、奇跡的にこの病気を食い止めることができた珍しいケースであるということですね、うん、
で罹患してしまった人の、悲惨な末路っていうのはジリがね証言しててなんとなく明かされたと思うんですけど、実際に、罹患してるシリン本人に全てをね、明かすのはちょっと拒んでいるようなすごく痛々しい最後だったんじゃないかなというふうな予想も立てれました。はい。でまあ、こういう2人の会話を聞きながら絵本に夢中になっていたサムもこのグレイスケールという病気には大変興味を、ね、持っているようでしたね。うん。はい。そしてその時シリーンの母親ケンさんの苦手なセリス・バラシオンが部屋に入ってくるんですけど野人であるジリに近づかないよう娘のシリーン・バラシオンに警告していました。で、ね、あの他の人間の何がわかるのと本を読んでもわからないでしょというふうに言ってたんですけど、うん、あなたにだけは言われたくないんですけどっていう確かにあなたが一番人のこと分かってないんちゃいますっていうね感じしましたけどどうですか。いやどうですかどうですかもう、うん、まあ、ちなみにねセリースとシリーンって実は会話してなかったんですよね今まで。あ、ですよね、うん、初めて会話するシーンてか並んだのも前回が初めてじゃないですか同じ場面に空間にいるの、うん、そうそうそうねそのマンスレーダーが焼かれる時、はいはい、2人は並んでいたんですが、まあ、あのシーンは会話なかったんで、うん、なんかこれまでセリース・バラシオンってシリーンのことをすごい出来の悪い娘的な感じでね、うん、あのスタニスとかにも言ってた割に、うん、あ野人には近づくなとか言うんやっていうなんかすごく愛情表現が歪んでる母親なのかなという感じもしましたけど、うんね、今回の会話から見てもやっぱ良好な母娘の関係ではなさそうですよね、うん、てかシリーンほどのいい子が、ま、どこが悪いのっていうかあの両親からよくシリーン育ったなっていう確かに、ね、メイスターとか周りの、ね、大人たちがよっぽど可愛がってくれたとか、うん、ダボスもねいやそうなのよ周りにね、はい、育てられたんでしょうね両親以外の、はい、うんうんあとねここね本編では語られなかったんですけど、うん、実はあのサムとセリースとシリンは親戚関係なんですよね。あのサムの母親がメレッサ・フロレントっていう方なんですが、はい、セリースは旧姓フロレントだからフロレント家の人間なんで、はい、サムの母親とセリースはいとこですね。え、じゃあサムとシリンはハトコってこと、うんいやそういうの計算できないんでいとこの子供ってハトコちゃいましたっけ違いましたっけ、いとこ同士の子供違ういとこの子供同士うんまあでも少なくともサムとシリーンは血がつながってたんですね、うん、そうですね、まあ、親戚です。へえー、すごい、はい。そして別の場面へ移ります。前回のエピソードでスタニスに対してひざまずくことを拒んだマンスレーダーが火あぶりにされてしまったと思うんですけど最終的にジョン・スノーがマンスレーダーに対し慈悲の矢を放ちましたね。マンスに慈悲を与えたというところで終了してたと思います。そして今回は、壁では間もなくね、総帥の選挙が控えていたんですけれどもそんな中スタニスがジョン・スノーを呼び出しまして、前回ジョンが取った行動について説明させていました。でジョンとしてはですねスタニスが壁の向こうの王であるマンスレーダーを、殺したということには変わりないのでたとえそこに、自分のね慈悲の矢が加えられたとしても今後、野人がスタニス軍につくことはないだろうというふうに主張をしていました。でこのシーンでスタニスは王の言葉は法だと言ったりとかねあの人を従えるために必要なのは優しさではなく恐怖心を与えることというふうにも言ってたんですけど、まあ、次のシーンとかでデナーリスも出てくるんですが彼女も同じく、民をまとめ上げようとしている人物なのでそんなデナーリスとスタニスとちょっと政治のやり方で違う部分が見えるのかなというふうにも思いました。うん、デナーリスは法は法よというふうに言ってたりしましたよね。そうですね、はい。そしてスタニスがジョンを呼び出したのには他に理由があったようでした。どうやらですねスタニスは北部を統治するのに手こずっているんですよね。でスタニスはジョンに一通のある手紙を見せます。手紙の送り主は、ベアーアイランド、まあ、クマの島ですかねベアーアイランドのリアナ・モーモントという人物からでした。このリアナは元総帥であるジオ・モーントの姪で現在はベアーアイランドの当主ですね、うん、であの本来ならば
ジオウモンモントの元総帥の息子であるジョラーが当主なんですけど、うん、まあ、ご存知の通り彼はウェストロスから追放された身なんですよね、うん、なので、まあ、これまでジョラーに代わってジオウの妹のメイジモーモントが当主を務めているんですが、彼女は豪の戦いで亡くなってしまったので、現在はそのメイジの娘の10歳のリアナがベアアイランドを治めてます、うん、なのでリアナとジョラー・オイタンはいとこということですね。そうです、うん、でこの10歳のリアナの手紙の内容はですね、我々にとっての王は北の王ただ一人であって、それはスタークであると、ね、可愛らしい子供の文字とクマの、ね、紋章がスタンプされてたんですけど、まあ、ベアアイランドはもうスタークにしか従うつもりはないと主張する手紙だったんですよね。そうですね、はい、まあ、あれスタニスについても言ってるんですが、はい、まあ、ボルトン家に対してもそういう感じってことですね。そうですね、うん、今オープニングテーマではあのウィンターフェルの紋章がボルトン家になってますけど、ビアアイランドはもう何としてでも我々がついていくのは北の王スタークだけだというふうに強く主張しているということですね、うん、なのでスタニスからするとたった10歳の女の子でさえ味方につけることができないと、それはちょっと先行き怪しいと言いますか、まあ、北が頑固だというふうにも言えるんですけど、やっぱね、あのこれから七王国をまとめていく王としては手こずるにしてはちょっとハードルが低すぎるとこになってますよね、うんうん、なのでスタニスはジョン・スノーに対しある提案を持ちかけます、もし自分に忠誠を誓って北部の統率に協力するならば、ジョン・スノーを嫡出子のジョン・スタークとしてウィンターフェル城の城主にするというものでした。うん、なんかかっこいいんだけどさ、似合わないっていうかさ。そうね、ジョン・スタークってなんか違和感感じるよね。これまでジョンって名前スターク家にいたんでしょうかね。ああ、いたでしょう。あ、そうなんだ、うん、へえ、はい、あ、ちなみに、もしジョンがジョン・スノーじゃなくてジョン・スタークになったとしたら、うん、これはシーズン4エピソード8のラムジーと同じ状況になりますね。あ、ラムジー・スノーからラムジー・ボルトンになったのでなりましたね、はいはい、でまあジョンはジョンでですね、今のところ一番人気であるアリザー・ソーンが総帥に選ばれてしまった場合ってすごくやりづらくなるじゃないですか。はい、それと、まあ、これまでねスノーとして生きてきたその生きづらさ、そしてスタークへの憧れってのがありますから、まあ、今回スタニスはそのジョンのねいろんな心境をうまくついてきた提案をしてきたとも言えますよね。はい、そして選挙の直前になりまして、ジョンはサムにこのスタニスからの申し出があったということをまあ打ち明けるんですけれども、ジョンは自分自身で立てたナイツウォッチの誓いすら守れないやつを北の人々が信じるわけがないと判断しまして、このありがたい申し出をあっさりと断ってしまうことにしたようでしたね。まあ、でもそれはそうですよね。まあ、それはそうだと思います。ジョンらしいというか北部人らしい判断ですよね、うん、はい、うん、で、まあ、アリザー・ソーンからの仕打ちがこれからもきっとあるだろうと、そしてスタニスの申し出を律儀に断ってしまうというジョン、そのジョンを見かねた親友のサムは、何としてでもジョンを救ってあげたいとそれは思うんですよね。そんなサムが、取った方法、それはジョンを総帥に推薦してあげることでした。そしてついにナイツウォッチの第998回目の選挙が行われることになります。ジャノス・スリントはサー・アリザー・ソーンを、また別のブラザーはシャドウ・タワーの、指揮官デニス・マリスターという人物の投票を呼びかける中、サムは思い切ってジョンの名前を挙げまして、スピーチではですね、ジャノスの失態とジョンのこれまでの功績をアピールし、ジョン・スノーへの投票を呼びかけます、うん、ね、今回ね、あの図書館でさっき鼻息荒めに読んでた史上最年少で10歳になったねオズリック・スターク君の存在も彼を後押しさせたんじゃないですか。そうなのか、10歳でいけたんやったらジョン・スノーもいけるやろうってね、スノーやったとしてもというふうに思ったんですけど、なんかジャノスの失態をバラすじゃないですか。はいはい、爆笑でしたよね。なんかドッカンドッカン、ミスターエンボも笑ってたしサムって笑い取れるんやってちょっとほっこりしちゃいましたけどね。ミスターエンボ笑うんだあれで
だからそのジャノス・スリントが推してるサン・アリザー・ソーンが落ちちゃったってことなんですよね、あそこのシーンで。ああ、確かに。そういう落とし入れ方をねうまくしてますよね、サムは。はい、はい、でここのシーンすごくあのオリーの表情がやっぱまたコロコロ変わるのポイントかなと思うんですけど、うん、やっぱりオリーにとってジョン・スノーってのはいい兄貴分でありながらもやっぱ野人に対してねあの愛情を持ってしまったりする部分があるのであの不安要素もある存在なのかなという感じもしましたね。そうね、うん、アリザー・ソーンはそこを指摘してましたよね、うん、あのジョンは確かにすごいやつかもしれないけど野人への愛があるぞ、念押ししてね、 そんなやつ信用すべきなのかと。そこに対して反論しないジョンがすごいキュンってなっちゃったんですけど、うん、無口なんよね北部の男それがいいよ。ジョン何してもイケメンじゃん、どっちにしろ。そう、え、そう思います？やっぱり。いやいや、あのキャミーさん的に。あ、まあまあまあ、そうですね。ジョンが何を選択しようと何を言おうとジョンを押すんでしょ。まあ今のとこは、はい、そうする中、まあ投票が終わりまして、ジョンとサー・アリザーの票が同数となるんですが、メイスター・エーモンが最後にね、自分の票をジョンに投じまして、ジョンが第998代目の新総帥に選ばれました、うん、なんかこのシーン見ててすごい思ったのが、あのメイスター・エーモンってあのまあ目が見えない人じゃないですか、うん、けど他の人が見えてない何かが見えてるんだろうなってすごい思うし、うん、ね、彼が最後ねジョンに投じたのはきっと何かが見えてたんだろうなと、うん、私は思いましたね。あれさ、票が同数じゃなかったらメイスター・エーモンって投票してなかったんかなそうじゃないですか、その仕組みもよく分かんないっていうかうん、最初から投票しないんだっていう、ね、ああそうね、うん、やっぱオチを構えるのがメイスター・エーモン流なんじゃないですかなるほど ね、 ね、あの指でね三角と丸を確かめてね、うん、あのシーンもいいですよね、うんうん、はい、次はブレイボスに入ります。街をさまよっていたアリアはチンピラ風男たちに絡まれます、うん、男たちはアリアを脅すんですが、黒と白の館の門番が近づくと一目散に逃げ出してしまいます、うん、アリアは門番の後を追って館に戻ると、門番はアリアが投げ捨てたコインを彼女に返し、うん、なんと顔を変え邪剣フガーの姿になっちゃいます。ところが私は邪剣ではない、誰でもない、娘もいずれそうなるという意味深なことを言いながらアリアを館に招き入れるのでした。うん、あのここでちょっと言いたいのはですね、ブレイボスの人種というか民族について触れておきたいんですけど、あのブレイボスってもともといろんな地域の奴隷たちが逃げ込んで作った町なんですよね、はいはい、だから民族の多様性が結構見られるので、まあ、例えばね町中には北欧系の白人もいれば、門番は黒人だったじゃないですか、はいはい、あとまあブレイボス出身のシリオ・フォレル、まあ、彼はまあ白人なんですが、まあ、ギリシャ系っていうのかな、あ、うん、まあ、その役者さんはね、イギリス人だと思うんですけど、はいはい、まあ、見た目はギリシャ系なのかなっていうふうに思ったんですが、あとね、まあ、その宗教についても簡単に触れたいんですが、あのさっきも言ったようにブレイボスってもともといろんな人種が混ざってるんですよ、うん、だから宗教もいろんなものがあって、町自体も宗教に対して寛容なんですよね。だからいろんな神が崇められてるんですけど、うん、そのどの宗教も、まあ、優越がないっていうか、はいはいはい、こっちの上とか下とかそういうのないんですよね。じゃあ古文的な共通の宗教ってのは特になく、 あなたはそれなんだ、私はこれだけどみたいな。そうそうそう、だからまあキリスト教の人たちもたくさんいれば仏教の人たちもたくさんいるし、イスラム教もユダヤ教も、ね、どっちがいいとか悪いとかそういうのじゃなくて、みんなそれぞれ違う神を拝んでると。さすが自由都市ですね、うん、いいですねブレイボス、はい、最後のシーン、ミーリーンに戻ります。バリスタン・セレミーに説得され、捕らえたハーピの息子たちの一人を公正に裁くと決めていたデナーリスの意向に反してモサダは自ら囚人を殺してしまいます。何？そしてモサダはデナーリスにこう言います。この行為は女王のためだったと、
女王の民を守るためにやったと弁明して、まあそうは言われても許すことができないデナーリスは、そろそろ命令に背いたモサドを公の場で処刑することにします。モサドはもう自分のね、なんかイライラを晴らすためにやってるでしょ、まあ、そうです確実に、うん、そして処刑を見届けようと群衆が集まり、かつての主人たちと奴隷たちの間で争いが起きてしまい、デナリスは逃げ出さざるを得なくなる状況に発展。これってどう思いました、このデナリスの判断。ヒズダール・ゾロラクはもうピラミッドの中でモサドワを処刑するべきやったって言うじゃないですか。私もちょっとそう思っちゃったんですよね。わざわざそんな言わんかったらバレへんやんって私思っちゃったんですけど、うん、民衆の前でやっぱあれはやるべきだったのか、うん、どう思いました。なんか結局その元奴隷たちのね集まりもすごい怒って、モサドワが殺された瞬間、あれはデナーリスに対して怒ってたっていうよりかは親方に対して怒ってたんでしょうかね。実際デナーリスに向けて石とか投げてたからね。はいはい、うん、でも最初は親方に向けて石投げたでしょ、最初はね、うん、でもそれの争いがどん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 発展してってしまって、うん、デナーリスも結構危ない状況になってしまった。どうしたらよかったんでしょうねこれ。まあそうね、公の場はちょっとやりすぎかなと思うんですけど、なんか公の場でモサドワを処刑するかどうかの評議会も私は見たかったです。なんかバリスタンセルミとか止めそうっていうか。そうね、なんでわざわざ公の場にする選択をデナーリスが最終的に取ったのかも謎だし、うん、まあ公の場イコール見せしめっていうことなんでしょうけど、誰に対する見せしめなの。いやまあでもデナーレス的には親方もクソもないでしょっていうね。親方であろうが元奴隷であろうがデナーレスに反する行為をした人はこうなりますよっていう見せしめになったってことか。うん、まあでも恨めったは恨めったでしょうね。ですよね、はい、公の場でああいう風にモサドを処刑することによってどうまとまると思ってデナーレスがあの行動を出たのかちょっと謎っていうか。まあそうね、丸くは収まんないかな。うんうん、でまあ落胆したデナーリスはその夜自室のバルコニーに入れてるとドラゴンを発見するんですが、うん、デナーリスは我が子に手を伸ばそうとするとすぐ飛び立ってしまうのでした。なんかみんなデナーリスから離れちゃってません？そうなんですよね、うん、結構一人ぼっち系じゃない今。一人ぼっち系ね、やっぱジョラーだ。ジョラー本当にあの大きな大きなピラミッドの中にポツンといるデナーリスが、ね、孤独ですよねすごく。そうね、うん、はい、ということで、まあ、デナーリスの行く末気になるところですが、いかがでしたでしょうか。このチャンネルではコメント欄にてドラマの内容に関する質問やリクエスト、感想を大募集しております。解説の中で分かりにくかったところや今回解説しきれなかった箇所について、また基本的な質問から凝った質問など何でも構いません。一つ注意事項として、今回お伝えしたシーズン5エピソード2より先のネタバレは含まないようにだけご配慮をお願いいたします。もちろんハウスオブザドラゴンのネタバレも厳禁でお願いします。ネタバレコメントが OK の伏線回収会も配信してまいりますので、もうしばらくお待ちください。なんかまだ序章っていう感じ、はい、なんかいろいろ動いてるようです。大して動いてないっていうか。いやでもいろんなキャラクターの方向がまた変わってきたんじゃないですか。ジェイミーがねドーンに行くし、うん、ブライエニーがサンサと出くわしましたから、うん、そこの2組の方向もね気になるとこなんですけど、うん、まあアリアも館入れたか。そうですよ、私アリアで思ったのがシーズン1のエピソード10でアリアって行く当てがなくなって鳩をね手で追いかけてこう捕まえて、うん、首をボキッて折って殺すんですよね、うんうん、で今回は黒と白の館を門前払いした後にブレボスの街をさまよってて、今度はニードルで鳩に気づかれもしないまま首をシュパッと切ってね、そうね、鳩を手に入れるから成長した。そう、めっちゃ成長感じましたその部分で、うん、ジェイミーとブロンが再会するじゃないですか、はいはい、でそのね久しぶりにジェイミーを発見したブロン、
ジェイミー・フォッキン・ラニスターって言うんじゃないですか、はいはい、あのシーンめっちゃ好きなんですけど、私あのロレス・ストークワークスがジェイミーを見てすっごい嬉しそうなのが好きです、うん、そうだからジェイミーってスーパースターなんでしょうね、そうなんでしょうね、うん、腕がなくなってもね、だからキムタクみたいな感じなんじゃん、ほんでなんかあっち行っとけってブロンに言われたらすっごい嫌そうな顔してね、チェーみたいな感じでね、ロレスちゃん去っていくから、うん、でせっかくキムタクに会えたのに話せないっていう状況だとそうですね、はい、キムタクとブロンの民が始まるということで、まあ、それはそれで楽しみですし、うん、あとそうミアセラちゃんの女優さん関わってた、あそうね、うん、それねちょっと話す機会なかったっていうか今回セリフなかったんで言わなかったんですけど、はい、ミアセラはシーズン2以降なんですが、うん、女優さんが変わってまして、はい、今回の女優さんはめちゃくちゃ美人ですよね、めちゃくちゃ美人なんですけど、前ミアセラちゃんを演じてた子はミアセラを演じる気満々で、うん、なんでみたいになっちゃったらしくってプリンセス余ってますけどみたいな、うん、写真を撮ってアップしてましたよね SNS、 それはガン無視されたってこと、だ私じゃないのミアセラみたいな確かにそう確かにと思ったんですけど、うんね、やっぱね今回の新しいニューミアセラちゃん本当美少女ですから、そう、ねね、今後注目じゃないですか、うんうん、彼女がハリーポッターのロンと出てる、はい、Apple TV プラスのドラマがあるんですけど、はいはい、なんだっけなサーバントかな、うん、それにずっと見たいなと思って、まだ見れてないんですけどその感想を教えてください、見てる人がいたらね、はい、はい、ということでそれではまた次回バラーモルクリス。